バラエティ番組でよく見られるゲームに勝ったら欲しい商品をプレゼントという企画芸能人が高額な商品をリクエストするのは控えめにするのが常ですが乃木坂46の与田由紀さんは今回もその常識を超えて視聴者を驚かせました8月11日に放送された乃木坂工事中テレビ東京系では家電量販店でのロケが行われメンバーがちょっとしたゲームに挑戦し 商者には欲しい家電がプレゼントされる企画が展開されました。バナナマンの2人は高額な商品は避けようとメンバーに注意を促しました。与田由紀さんは最初に、アイロンなしで服のシワを伸ばせるハンガー型乾燥機を希望しました。価格は12、800円と妥当な額でしたが、店内を回るうちに他の高額商品も気になる様子でした。 そして前回の放送でプレゼントされた約33万円の洗濯機の進化版をリクエストし始めましたこれに対してバナナマンの2人国日村祐貴さんは驚きしたらおさむさんも値段が跳ね上がるのは禁止ですと真剣に指摘しました実際には依田さんが本当に洗濯機を欲していたわけではなく冗談で言った可能性が高いですが彼女のクレイジーな一面が影響してバナナマンに通じなかったようです一方 同じ企画に参加した池田明社さんは東京芸大に通うインテリメンバーで価格約3000円のハンディファンをリクエストしました彼女の慎重かつ賢い選択に日村さんはこの中で安いのを選んでくれてよかった頭も良いし良い子だなと褒めたたえましたファンからも空気が和んだヨダのクレイジーさを笑いに転化させる見事なムーブと池田さんへの称賛の声が上がっています 一見単純な買い物企画に見えるかもしれませんがその中での行動や選択が好感度を上げるチャンスにもなり得ることが改めて浮き彫りになりましたまでご覧いただきありがとうございましたこの動画が良かったらグッドボタン高評価をお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いしますねそれではまた次の動画でお会いしましょう